ザ・セレブレーテッド・ネグロメロディーズアズサングバイザ・バージニア・ミンストレルズのカバーからの詳細、1843年ミンストレル表とは、顔を黒く塗った白人によって演じられた、踊りや音楽、寸劇などを交えた、アメリカ合衆国のエンターテインメントのこと。ミンストレルとは、元疑では中世ヨーロッパの宮廷にいた、銀人や宮廷同化たちを指すが、アメリカでは、 ミンストレルショーに出演する芸人たちのことをミンストレルと呼んだ。ミンストレルショーは、そのステレオタイプ的でしばしば見くびったやり方で黒人を風刺した。ミンストレルショーは1830年代に、簡単な幕愛の茶番劇として始まり、次の10年には完全な形を成した。19世紀の終わりまでには人気に、陰りが出て、ボードビルショーにとって変わられた。 職業的なエンターテインメントとしては1910年頃まで生き残り、アマチュアのものとしては、地方の高校や仲間内や劇場などで1950年代まで存続した。独立以来、アメリカでは黒人やインディアンをはじめとする、有色人種に対する人種差別が合法なものとされていたが、人種差別との長い戦いの末に1964年に、 公民権法が施行され、有色人種が法的にも、社会的にも、人種差別に勝利し、政治的な影響を持つようになった結果、ミンストレルは、人種差別を助長するものとして、大衆性を失った。典型的なミンストレル賞は、以下の三つの劇構成で成り立っている。最初に、一座は、舞台上で踊り、気の利いた冗談を言い合って、歌を歌った。二番目には、 ダジャレだらけの街頭演説コメディを含む様々なエンターテインメントが行われ、そして最後には音楽付きのドタバタした農園の寸劇、または人気のある演劇のパロディで締められた。ミンストレルの歌と寸劇にはいくつかのストックキャラクターが登場した。最もポピュラーなのは奴隷役と色男役のダンディであった。これらはさらに、 サブキャラクターに分類された。例えばそれは母ちゃん役のマミーで、彼女の体になるキャラクターには、黒人の老人、挑発的な村人娘、あるいは黒人兵士などがいた。ミンストレールたちは、彼らの歌と踊りは、黒人のそれに由来していると主張したが、黒人からの影響の程度については議論の余地がある。ジュビリーと呼ばれた霊下は、1870年代には、 レパートリーとして加わり、ミンストレル賞で使われた紛れもない最初の黒人音楽となった。ミンストレル賞は、明白なアメリカ演劇の形式の最初のものである。1830年代と1840年代には、それは、アメリカの音楽産業の出現の核であり、数十年の間、白人の黒人に対する見方を提供した。一方では、それは、 人種差別の側面を強く持ち、また他方では、初めて黒人の民族文化の側面を、はっきりと自覚させたのである。随筆《A Getting Up Steers の楽譜の表紙の、トーマス・ディ・ライス、1830年代白人が、黒人の役柄を演劇的に描写することは1604年まで、遡るが、ミンストレル賞はもっと後のものである。 黒人に扮したキャラクターは17世紀後半までにはアメリカの舞台に登場し通常はメ使スカイのような小さな役だがコミカルな場面に多少絡んだ最終的には同様のパフォーマーがニューヨークの劇場の幕合や酒場やサーカス小屋のようなあまり立派ではない会場に登場したこの結果顔を黒く塗ったサンボのキャラクターが 大ボラ話の中のヤンキーや開拓者といった役を人気で上回った。チャールズ・マシューズ、ジョージ・ワシントン・リクソン、そしてエドウィン・フォレストなどがブラックフェイスパフォーマーとして評判になった。歴史家のコンスタンス・ロークは、フォレストが街の通りで黒人に噴射して踊けていた時の印象はとても良かったとも主張した。トーマス・ダートマス・ライスが歌って踊ったジャンプジムクローで、 黒人に噴したパフォーマンスは1830年代はじめに新たな盛り上がりを見せた。ライスの成功の大きさをボストンポスト氏は現在世界で最も人気のあるキャラクターはビクトリア女王とジムクロウであると書いた。1840年代までに黒人に噴したパフォーマーたちはエチオピアの図解者と自称し単独や小さいグループで講演した。 ブラックフェイスの役者はすぐにニューヨークのロワーブロードウェイ、ザバウリー、チャタム通りのあまり綺麗とは言えない地区の酒場を中心に公演するようになった。それは当時の劇場の大衆化と相まってより立派なステージにも進食した。上流階級のコミュニティは当初ブラックフェイスの公演を制限していたが、1841年の初めにはブラックフェイスパフォーマーは 上流階級のパークシアターにさえも頻繁に出演するようになり、一部のパトロンを動揺させた。当時の演劇は広く一般大衆から観客を求めるものであり、仮想階級の人々が劇場を支配するようになった。彼らは不人気な素材を演じた俳優や楽団には物を投げつけ、騒々しい監修は結局、バウリーシアターからお高く止まった芝居をすべて追いやった。 ほどであった。この時代の典型的なブラックフェイスの芝居は短いバーレスクで、ハムレット・ザ・デンティバッド・ブレス、ザ・クレーン・オブ・チャウダー、ジュリウス・スニーザー、ダース・デ・マネーなど、シェイクスピアのタイトルのパロディがしばしば使われた。それと同時に、少なくとも一部の白人は、実在する黒人のパフォーマーの歌と踊りに興味を持った。19世紀のニューヨークでは、 奴隷が彼らの休暇の小遣い稼ぎにシングルダンスを踊り、またミュージシャンたちはバンジョーのようないわゆる黒人の楽器を用いて彼らが言うところの黒人の音楽を演奏した。ニューオーリンズピカユーン氏はオールドコーンミールと名乗る歌って踊りながら物売りをするニューオーリンズの露天商がプロとしての巡業を始めようとしているものすべてに幸運を与えていたと書いた。 1830年代後半に当地で人気を得たオールドコーンミールの歌や踊りをミンストレルたちが借用し、例えばライスはコーンミールという寸劇を自分の芝居に付け加えた。それと同時に合法的な黒人によるステージパフォーマンスもいくつか試みられた。おそらく最も意欲的であったのはニューヨークのアフリカングローブ劇場で、 この劇場は1821年に自由黒人により創設されて運営され、シェイクスピアの演目が多く演じられた。その慣習の大部分は、当時のニューヨークのすべての芝居好きに共通する、創造しいマナーに従う黒人たちであったため、その存在を容認したくない当局にとっては、悩みの種であった。労働社会級の北部の白人たちは、当初は、 ブラックフェイスで演じられるキャラクターに共感できた。これは労働者のネイティビズムと南部支持の大義を掲げる集団の発生と合致するものである。黒人を模倣したパフォーマンスはこれまで存在していた人種差別的なコンセプトを強めるとともに新しいコンセプトを打ち立てるようになった。ライスが開発していたパターンに続いて ミンストレル賞は労働者たちと優れた階級を黒人を共通の敵とすることで一つにした。その敵は黒人のダンディのキャラクターで特に象徴された。しかし同時に階級意識的だが人種的には包括した賃金奴隷制というレトリックは外して人種的な白人奴隷制というそれにとって変わられた。また生産的人物と 非生産的人物というさらに階級意識の薄いレトリックを用いることもあり、これらは北部の工場労働者に対する虐待が黒人奴隷の扱いよりも深刻であったことを示唆している。奴隷制にのっとった視点はミンストレル賞にかなり、そして一様に見られるものである。しかしその一方で、いくつかの歌には働く黒人と白人が手を組んでこの制度を終わらせる。 ことを暗示するものさえあった。初期のブラックフェイスのパフォーマンスの出し物と人種的なステレオタイプの中にはグロテスクな喜びと黒人の幼児扱いがあった。これらその代償として無自覚に工業化の進む世界の労働者たちに子供じみた楽しみや他の低俗な喜びを認めることとなった。同時により上品な人々は 下品な監修自体を見せ物とすることができた。ダイエメットと他のバージニア・ミンストレルズによるキャロライン生まれのダンディジムの楽譜の表紙。およそ1844年1837年強行の影響で劇場は苦戦するようになり、コンサートはまだ金を稼げる数少ない出し物の一つであった。1843年。 ダン・エメット率いる4名のブラックフェイスパフォーマーたちは、ニューヨークのバウリー園系劇場などで協力して、コンサートなどを演じ、バージニア・ミンストレルズと名乗った。こうして、完全な夜のエンターテインメントとしての、ミンストレルショーが誕生した。ショーの構成は、少しししかなかった。4名が半円状に座り、曲を演奏し、気の利いた冗談を交わした。 ある者は方言を使って独白し、最後は陽気な農園の歌で終わった。ミンストレルという言葉は白人の吟遊詩人を表す意味で以前から使用されていたが、エメットラはそれをブラックフェイスのパフォーマンスと同じ意味にした。この言葉を使うことは新しい中流階級の監修を獲得するきっかけとなった。ニューヨークヘラルド氏はその上演が これまでの黒人の競争劇を特徴づけていた下品さとその他の好ましくない特徴が完全に覗かれていると記事にした。1845年、エチオピアンセレネーダーズはショーから低俗なユーモアを取り除き、その人気でバージニア・ミンストレルズを上回った。その後間もなく、エドウィンピアー・アスクリスティは、 クリスティーズ・ミンストレルズを旗揚げし、エチオピアン・セレナーダーズの洗練された歌曲とバージニア・ミンストレルズの卑猥な持ち味とを合体させた。クリスティの会社はミンストレル賞においてそれが衰退するまでの数十年の間用いられ続けた三幕の劇の形式を生み出した。この外見上の変化は劇場のオーナーらに 劇場をより穏やかでより静かなものにするような新しい規則を定めることを促した。ミンストレルはオペラやサーカス、ヨーロッパの旅芸人と同じ場所で巡業しており、その会場は贅沢なオペラハウスから酒場の間に合わせのステージまで多岐にわたった。巡業中の生活は一回限りの興行の果てしない連続で事故でも起きそうな鉄道に乗り、 火事になりそうな粗末な家に住み、劇場へと改造しなければならない空き室で遊び、鉄蔵された容疑で逮捕され、命に関わる病気にかかり、そして一座の金全部を持ち逃げするマネージャーや、仲介者に我慢することを伴った。人気のある一座は、北東部を主な巡業場所としており、中には、ヨーロッパにまで行く一座もいて、これは彼らがいない間に、 ライバルの一座が地位を固めることにもなった。1840年代後半までには、バルティモアからニューオーリンズまでの南部の巡業が定着した。カリフォルニアや中西部への巡業は1860年代までには行われるようになった。人気が増すに従って、劇場はしばしば、エチオピアンオペラハウスなどのようなミンストレルショーと同様の名前が流行した。 多くのアマチュアの一座は解散するまでにいくつかの地方でショーを演じた。同時にエメットのような有名人は単独での講演を続けた。ミンストレルショーの発生は奴隷制度廃止運動と同時に起こった。多くの北部人は南部で虐げられた黒人に関心を持っていたが、しかしほとんどは日々奴隷がどのように生きているか知らなかった。ブラックフェイスのパフォーマンスは この点で一貫しておらず、一部の奴隷は幸せであり、他の者は残忍で、非人間的な制度の犠牲者であるとしていた。しかし1850年代、その主な焦点が、階級から人種に変わった時、ミンストレル賞は明らかに悪意のある、奴隷制を支持する内容となった。大部分のミンストレルたちはいつも歌って踊れて、彼らの主人を楽しませる。 ほがらかで単純な奴隷を演じ、非常に美化して誇張した黒人の生活のイメージを与えた。歌詞とセリフは一般的に人種差別的で風刺的で多くは白人に由来するものであった。奴隷が彼らの主人の元に戻りたがっているという内容の歌は豊富にあった。そのメッセージは明確に奴隷のことは気にするな。 彼らは生活のほとんどにおいて幸せであるという内容であった。北部に移り住んだダンディの姿やホームシックになった元奴隷といったキャラクターは黒人は北部の社会に属していないしまた属したいとも思っていないという考えを補強するものであった。アンクルトムの小屋に対するミンストレル賞の反応は当時のプランテーションの内容を暗示している。トムの演目は 他の大農園の物語にとって変わって、特に第三幕の演目として扱われるようになった。これらの寸劇はしばしば、ストーの原作を支持したが、しかしごくたまにその趣旨を変えて、著者を攻撃した。その意図されたメッセージが何であったとしても、それは、通常、一辺の楽しげなドタバタ喜劇の雰囲気の中で、失われた。 サイモン・レグリーのようなキャラクターはしばしば姿を消し、タイトルは、ハッピー・アンクル・トムや、アンクル・ダッド・エス・キャビンのようにより愉快な感じに変えられた。アンクル・トム自身は、嘲笑されるべき、無害なおべっか遣いとしてよく描かれた。これらの茶番劇を際立たせた一座は、トマーとして知られ、またトムに特化した一連の演劇のトムショーは、 ミンストレル賞の差別的な要素を取り入れて一時期競い合った。ミンストレル賞の人種差別はかなり悪質だったかもしれない。黒人が炙られた、釣られた、タバコみたいにいぶされた、ジャガイモみたいに皮をむかれた、地面に植えられた、すっかり乾いて宣伝用に吊るされたという内容のコミックソングや黒人男性が誤って、 黒人女性の目を出してしまったという内容の複数の歌が存在した。その一方で、ミンストレル賞がともあれ奴隷制度と人種の問題を取り上げたという事実は、おそらくその中の人種差別的な態度よりも重大であろう。これらのプランテーション支持の態度にもかかわらず、ミンストレル賞は南部の多くの町で禁止された。 連邦からの脱退論者の姿勢が強硬になった時、北部との関連性があったので、南部を巡業するミンストレルは、反北部の感情のターゲットになりやすかった。人種に関係しないユーモアは、政治家や愛者、法律家といった貴族的な白人を含む、他の対象の風刺から生まれた。女性の権利は、南北戦争以前のミンストレル賞で大体いつも、その意見をあざける形で、 定期的に現れた唯一の真面目な話題であった。女性の権利の講演は演説コメディでおなじみとなった。あるキャラクターが、ジム、ご婦人方は投票するべきだと思うよと言ったとき、他のキャラクターは、いや、ジョンソンさん、ご婦人方は政治には興味がないと思われます。でもそのほとんどはパーティーには強く惹かれるんだけど、と答えた。ミンストレルのユーモアは単純で、 ドタバタ喜劇とダジャレを強く、当てにしていた。役者たちは、学校の先生と、鉄道技師の違い、それは、数とは心を訓練して、もう一人は列車を気にかけることなどナンセンスな、謎かけをした。南北戦争の海戦で、ミンストレルたちは、ほとんどが、中立のままで残り、両方の風刺をした。しかし戦火が、北部の土地にまで至った時、一座は。 北軍指示に変わった。近親者を亡くした国のムードを反映して、悲しい歌や寸劇が優位を占めるようになった。市沢死にゆく兵士とそれに涙する未亡人、哀悼する白人の母親を寸劇で演じた。Weeping, Sad, and Ronnie はこの時代のヒット曲となり、100万部の楽譜が売れた。憂鬱なムードとのバランスを取るべく、市沢、ジョージ・ワシントンや、 アンドリュー・ジャクソンのような人物をもてはやしたアメリカの歴史上のシーンを描写し、その後ろでザ・スター・スパングルド・バナーのような愛国的な歌曲を伴奏した。社会の論評はさらにショーの主力になっていった。パフォーマーは北部の社会や彼らが戦争に責任があると思うもの、すなわち国の再統一に反対したものや戦争によって儲けたものなどを批判した。 奴隷解放については、幸せな大農園を題材として反対されたか、奴隷制を否定的に描いた題材で穏やかに支持されるかした。最終的には、南部に対する直接的な批判は、より痛烈なものとなった。ハーブリーズ・ユナイテッド・マストドン・ミンストレルズのポスター・ミンストレル賞は、南北戦争中に人気を失った。バラエティショーミュージカル・コメディ、 ボードビルショーのような新しいエンターテインメントが北部に登場し、PT バーナムなどの工業主が講演した。ブラックフェイスの一座は遠く離れた場所での巡業することとなり、この時期には本拠地は南部と中西部となっていた。ニューヨークや同様の都市に留まったミンストレルたちはしつこく宣伝して、ミンストレルショーの相関さを強調し、バーナムの背中を追っかけた。 一座の規模は膨張し、19人のパフォーマーが一度に舞台に登ることができるほどになり、JH、ハーブリーズ・ユナイテッド・マスト・ド・ンミンストレルズには100人以上の団員がいるようになった。舞台装置は贅沢で高価になっていき、日本の曲芸師や見せ物小屋のような特別工業もしばしば登場した。これらの変化により、 より小さなミンストレルショーの一座は利益を得られなくなった。他のミンストレルの一座は違った趣きを出そうとした。バラエティショーでは女性の演技が評判になり、マダム・レンチーズ・フィメール・ミンストレルズはこのような考えのもと露出度が高いコスチュームとタイツで1870年に最初に公演をした。 彼女らの成功は少なくとも11の女性だけの一座を1871年までにもたらし、その中の一つはすっかりブラックフェイスを取りやめてしまった。最終的には女の子の書は一つの形式としてその地位を確立した。主流のミンストレル書はその上品さを強調し続けたが、伝統的な一座も女装の身なりの中でこれらの要素をいくらか取り入れた。 よく演じられていた小娘のキャラクターは戦後の時代には不可欠なものとなったのである。1910年頃のミンストレルの一座、エンドマンの実が顔を黒く塗っている。この新しいミンストレル賞は洗練された音楽を強調し続けた。ほとんどの一座は1870年代に霊下を彼らのレパートリーに加えており、これらは 黒人の巡業コーラスグループから借用した、かなり本物の奴隷の歌に近いものであった。他の一座はさらに、ミンストレル賞のルーツから離れていった。ジョージ・プリムローズとビリー・ウェストが1877年に、ハーブ・リリーズ・マストドンと別れた時、彼らは、エンドマン以外は、ブラックフェイスを一層し、贅沢な衣装と紙子をつけたカツラで着飾った。 彼らは舞台を凝った垂れ幕で装飾し、全くドタバタ喜劇を実行しなかった。彼らのミンストレル賞のブランドは、他のほんの名ばかりのエンターテインメントとは一線を隠していた。大農園という劇の題材は、レパートリーのほんの一部に過ぎなかったが、社会への論評は、パフォーマンスの大部分を占め続けた。 黒人のパフォーマーを客演させた、ミンストレル賞がそれ自体で好評を博し、古いプランテーションとのつながりを強調したことで、この効果は増幅された。批判の主なターゲットは、都会化した北部の道徳の大敗であった。都市は腐敗して、不公平な貧困の過程がひしめき、新参者を餌食にするのを待っている悪ずれした、都会人たちの隠れ家として描かれた。 ミンストレルたちは伝統的な家庭生活を強調した。物語は戦争で死んだと思われた息子たちと母親たちの再会を語った。女性の権利、罰当たりな子供たち、教会への低い参加率、そして性の乱れは家族の価値の限界と道徳の大敗の印となった。もちろん、北部の黒人のキャラクターはこれらの悪徳をそれ以上に持つものであった。 アフリカ系アメリカ人の議員は一つの例で、共和党急進派の手駒として描かれた。1890年代までには、ミンストレル賞は、アメリカのエンターテインメントの小さな一部でしかなくなり、1919年までには、ほんの三つの一座が劇場を独占した。小さな会社とアマチュア集団は、伝統的なミンストレル賞を20世紀まで保持したが、 今やその監修の大部分は田舎の南部であり、黒人が所有する市は、西部のようなもっと中心から離れたエリアでの巡業を続けた。これらの黒人の市は、ミンストレル賞の最後の拠りどころの一つであり、白人俳優の多くはボードビルへと移った。日本人、トミーの芸名で人気を博したトーマス・ディルワード。 白人のミンストレル劇団に所属し、しばしば女装して、女役を演じた。東洋人なまりの英語や身振りで観客を沸かせ、日本語由来の造語ハンキードリーを流行らせた。芸名は、1860年に訪米した、万、ま、円元年県米施設の通訳見習いだった立、関富次郎が、その表近な振る舞いから大人気となりトミーの愛称で、呼ばれていたことに由来し、また、 黒人が黒人を演じていることを隠すためだったと言われる。当時長い航海による日焼けで顔の黒くなった憲兵施設が話題となり黒人と見間違うとした風刺画が描かれていた。トーマスは歌も踊りもバイオリンもうまく、その後アフリカ人をやゆびトムの芸名も使用し黒人エンターテイナーの草分けとなった。 1840年代と1850年代に、ウィリアム・ヘンリー・レーンとトーマス・ディルワードは、ミンストレルの舞台で演じた、最初のアフリカ系アメリカ人となった。全員が、黒人の一座は1855年の初めまで、続いた。これらの会社は、彼らの民族性により、黒人だけが、黒人の歌と踊りを唯一本当に、 表現できることを強調しており、一座を描写したある、広告には、アラバマから来た七人の奴隷。彼らは、北部の友人の指導の下でコンサートを行い、自由を手に入れているとある。白人の好奇心は、強い動機づけとなり、ーはあたかも陳列されたもののように、自然のまま演じる黒人を見たい人々にひいきにされた。工業主らはこれに飛びつき、 彼の一座のある広告には、あたかも家にいるような黒人、そして、とうもろこし畑の、とうの茂みの、やまわりの庭の、そして土手と平底船の上の黒人の生活と銘打たれた。きたりを守って、黒人のミンストレルたちは少なくとも、エンドマンはまだ顔に墨を塗っていた。ある解説者は、大部分が顔に墨を塗らない黒人の一座を、 軽い色の二人を除いて中くらいの村アートたちであるエンドマンは、それぞれ焼きコルクですっかり黒く塗られていたと記述した。ミンストレルたちは自分たちの演技力を宣伝し、人気のある白人の一座と、好意的に比較した批評を引用した。これらの黒人の会社は、しばしば女性のミンストレルを特色とした。プランテーションのシナリオは、 黒人のミンストレルショーで一般的であった。ここで見られるのはカレンダーズ・ガラード・ミンストレルズの1875年の後のポスターである。一つないしは二つのアフリカ系アメリカ人の一座は1860年代後半と1870年代に劇場で優位を占めた。これらの最初のものはブルッカークレイトンズ・ジョージア・ミンストレルズであり、 1865年、頃に北東部で講演した。サム・ヘイグズ・スレイブ・トゥループ・オブ・ジョージア・ミンストレルズは、その後間もなく結成され、1866年初めの英国ツアーで大成功を収めた。1870年代には、白人の工業主が成功した黒人の会社の大部分を買収した。チャールズ・カレンダーは1872年に、 サム・ヘーグズ一座を取得して、カレンダーズ・ジョージア・ミンストレルズに改名した。彼らはアメリカで最もポピュラーな黒人の一座となり、カレンダーとジョージアという言葉は、黒人のミンストレル賞と、同義語となった。J.H. ハーブリーは1878年に、入れ替わりで、カレンダーの一座を買い取り、一座の規模を拡大して、セットを装飾する彼の戦略を適用した。 この会社が欧州に行った時、グスターブとチャールズのフローマン兄弟は、彼らのカレンダーズ・コンソリデーテッド・カラード・ミンストレルズを宣伝する機会を手にした。彼らの成功は、フローマン兄弟がハーブリーの集団を買って、彼らの一座と合併させ、市場を事実上独占したというような点にあった。会社は全国を覆うために三つに分けられ、1880年代を通して、 黒人のミンストレル賞を独占した。ビリー・カーン・サンズ、ジェームズ・ウェイブランド、サムルカス、ウォーレス・キングなどの個人の黒人のパフォーマーたちは、注目を浴びた白人のパフォーマー並みに有名になった。人種的な偏見は、黒人のミンストレル賞を困難な職業にした。南部の街で演じるときは、パフォーマーたちは、ステージの外でさえも、ボロボロの、 奴隷衣装と絶えない美少を身にまとったキャラクターを演じなければならなかった。市座はそれぞれのパフォーマンスの後は素早く街を去り、ある者は宿屋を確保するにも苦労したので、彼らは列車全部を借り切るか、寝泊まりできる、外部から完全に見えないように改造した車を持った。万が一事態がひどくなった時に隠れるためであった。 白人はしばしば車を射撃訓練用に使用したので、これさえ避難所ではなかった。彼らの給料は当時の黒人の大部分よりは高かったが、白人のパフォーマーが稼いだレベルには達しなかった。カーサンズのようなスーパースターですら、客演した白人のミンストレルよりも若干少なかった。当然、ほとんどの黒人の一座は長くは続かなかった。内容においては、 初期の黒人のミンストレル賞は白人のそれとほとんど変わらなかった。しかし白人の一座が1870年代半ばに大農園の主題から離れると黒人の一座はそれに新しい重点を置いた。霊下の歌唱の追加は黒人の一座がそういう素材の最も本物のパフォーマーであると正しく信じられていたために 黒人のミンストレル賞の人気を後押しした。その他の重大な際は、黒人のミンストレルは彼らの賞に白人が避けていた、宗教的なテーマを加えていたという点と、黒人の会社は一般に、賞の大一幕を足を高く上げる軍隊のステップ、ブラスバンドの茶番劇で締めていたという点である。これらの監修は、1875年、 または1876年にカレンダーのミンストレルが使用した後に採用された。黒人のミンストレル賞は典型的な黒人差別を実際のものとして見せたが、多くのアフリカ系アメリカ人のミンストレルたちは、これらのステレオタイプをわずかに変更し、白人社会をからかうように演じた。ある例下は天国を白い村人が、 黒人にいてもらわなければならない場所であり、彼らは、買ったり売ったりされない場所と描写した。大農園のネタでは、年老いた黒人のキャラクターは、白人のミンストレルショーで見られるように、長く離れた主人と、再び一緒になることは滅多になかった。黒人のミンストレル、特に小さな一座の観客は大部分が、アフリカ系アメリカ人であった。事実。 彼らの数は非常に大きかったため多くの劇場の所有者は黒人の観客を別の場所に追いやる人種分離の規則を緩めなければならなかった黒人はなぜ自分たちの否定的なイメージを好意的に見ていたのかという理由に関する説は様々であるおそらくは彼らはバカバカしさを感じていたのであって仲間内の感覚からやりすぎているキャラクターを笑ったのであろう 多分彼らは暗黙のうちに人種差別的な滑稽な仕草を容認してさえいたか、もしくは彼らはミンストレルのキャラクターにアフリカ文化の要素との多少のつながりを感じていたのである。それは抑えられてはいたが目に見えるものであり、また差別的で誇張されたものではあったが、彼らは確かに白人客の頭を超えてくる多くのジョークを受けたか、 または風変わりな気晴らしとしてだけ印象に残した。黒人の監修を引きつけた別の要素は単にステージの上の仲間のアフリカ系アメリカ人を見ていたという点であり、確かに黒人のミンストレルたちは主に有名人として見なされていた。その一方では正式な教育を受けたアフリカ系アメリカ人は黒人のミンストレル賞を無視するか公然と警部するかした。 それでも黒人のミンストレル賞はアフリカ系アメリカ人がアメリカのショービジネスに入る最初の大規模な機会であった。クリスティ・ミンストレルズは1840年代にミンストレル賞の基本構造を確立した。大勢の群衆が集まる劇場へのパレードがパフォーマンスに先立って行われた。ショー時代は3つの主なセクションに分けられた。第一幕では 一座の全員はまず、流行歌を歌いながら、ウォーカラウンドと呼ばれる踊りを、ステージ上で踊った。司会者であるインタレキューターの指示で、彼らは、半円状に座った。様々なストックキャラクターはいつも、同じ位置を取った。上品ぶったインタレキューターを中央に、両側にエンドマン、または、コーナーマンとして使える田んぼと、ボーンズが位置を取った。インタレキューターと、 エンドマンは冗談を言い合って様々なユーモラスな歌を演じた。やがてこれらはいつも方言とは限らない感傷的な歌曲を含むようになった。通常はテナーの一人のミンストレルがこのパートを専門にするようになりしばしばそのようなシンガーは特に女性と共に有名になった。アップテンポの大農園の歌と踊りでこの幕は終わった。 オリオと呼ばれたショーの二幕目は歴史的には最後に進化したものであり、その本当の目的はカーテンの向こうで三幕目の舞台をセッティングをするためであった。それはバラエティショーのような構造だった。パフォーマーたちは踊り、楽器を演奏し、曲芸をしたり、その他の人を面白がらせる才能を披露した。一沢。 ヨーロッパ風のエンターテインメントのパロディを提供し、ヨーロッパの一座自らがしばしば演じた。ハイライトは、一人の俳優、通常はエンドマンの一人が、偽の黒人の方言で、ナンセンスなことから、科学、社会、政治についての様々な、長いスピーチをする、街頭演説の場面であった。頭の鈍いキャラクターが雄弁に話そうとして、数えきれない言葉の御用。 冗談、何気ないダジャレを述べるだけの結果となった。この間演説者は四十ピエロのように動き回り、アラン限りの演説をしてほとんどいつも同じところで、壇上から落ちそうになった。ジョーカーの仮面として役立った、ブラックフェイスのメイクで、これらの演説者は監修を怒らせることなく痛烈な、社会批判を提供することができたが、通常は、俗受けしない話題をネタにして、 それを理解できる黒人の能力をからかうことに焦点が当てられた。多くの一座はトレードマークとなるスタイルと持ちネタを持った演説の専門家を雇った。劇の終了後に演じられる寸劇、アフターピースが上演を締めくくった。初期のミンストレルショーでは、これはしばしば、歌と踊りの演奏とドタバタ喜劇のシチュエーションに、 サンボ役やマミー役のキャラクターが出演する南部のプランテーションを舞台にした寸劇で構成された。理想的なプランテーションの生活とそこに住む幸せな奴隷が強調された。それにもかかわらず、反奴隷制の観点は奴隷制度や逃亡奴隷、さらには奴隷放棄によって切り離された家族の外観に時々表面化した。 いくつかの物語は、なんとか彼らの主人を打ち負かした黒人のトリックスター的なキャラクターを強調した。1850年代の半ばから、パフォーマーたちは、他の芝居のバーレスクのパロディを行った。シェイクスピアや同時代の戯曲が主なターゲットであった。これらのユーモアは、上流の白人文化の要素を場違いな黒人の役柄が演じようとするところにあった。 顔に投げるクリームパイ、膨らんだ空気袋、ステージ上での花火などのスラップスティック的なユーモアはアフターピースに浸透した。アンクルトムの小屋のネタは1853年から優位を占めた。アフターピースではミンストレルたちに新しいキャラクターを導入することが許され、一部は非常に人気が出て一座から一座へと広がった。早々期のミンストレルの登場人物は、 開拓者、漁師、ハンター、川船の乗員など、多くは、ホラ話で描写される人気のある白人の芝居の、キャラクターを元にして、それに誇張された、ブラックフェイスの喋りとメイクを加えた。これらのキャラクター、ジムクローやガンボチャフは、お互いに競って、野良猫に乗れるだの、ワニが食えると自慢し合った。しかし黒人に対する世論が変化すると、 ミンストレルのステレオタイプもそれに合わせて変更された。最終的にはいくつかのストックキャラクターが出現した。彼らの中の代表は、しばしば最初の名前のジムクロウを名乗った奴隷と、ジップクーンとして知られた色男であった。彼ら二人のキャラクターは、黒人キャラを分け合い、両方とも等しく、バカバカしかった。これらの登場人物を演じた、白人俳優は、 真似して誇張した形の黒人英語を話した。これらの登場人物は馬鹿げていたという点で最高で、グロテスクという点では最悪であった。ブラックフェイスのメイクと、パンフや、楽譜のイラストには、巨大な目玉、広がった鼻、開けっぱなしかまたは愚かに歯を見せて笑った。分厚い唇の口が描かれた。あるキャラクターは愛した女性を、 唇が一度に全部キスできないほど大きいと表現した。彼らは巨大な足を持ち、文明的な食べ物よりも、袋ネズミやアライグマを好んだ。ミンストレルの登場人物たちは、髪の代わりに、羊毛、羊のように、メーなき、子供たちの代わりに、ダーキーカブズと呼ぶなど、動物のような用語で、しばしば記述された。他のバカバカしい主張には、 黒人は彼らの色を戻すためにインクを飲まなければならない。彼らの髪は切るよりむしろヤスリで削らなければならないというのがあった。彼らの本質はミュージカルで眠る必要などないかのように夜通し踊って騒いだ。ライスが生んだ典型的な奴隷のキャラクター、ジムクロー・トーマス・ダディ・ライスは彼の曲、ジャンプジムクローとそれに関連する踊りで初期の奴隷のキャラクターを導入した。 彼はそれを足を引きずって歩く、老いた黒人の馬小屋番が、その歌を歌って踊っているのを見て学んだと主張した。他の初期のミンストレルの役者たちは、素早くライスのキャラクターを採用した。一般的に奴隷のキャラクターたちは、タンバリンを演奏するタンボ兄弟と、ボーンズを演奏するボーンズ兄弟という、彼らが演奏する楽器に合わせた名前で、 ドタバタ喜劇のタイプで見られるようになった。これらのエンドマンは無教養で話しべたで、言いくるめられたり感電したり、様々な寸劇で走り回った。彼らは、愚かさを楽しく共有した。一人の奴隷のキャラクターが中国へ行くと言い,い、カズとは気球に乗って浮かんで、地球が回ってくるのを待てばいいだけと言った。極めて音楽的で座っていられないほど、彼らは歌っている間、絶え間なく、 体を激しくくねらせた。タンボとボーンズの単純な成功と、洗練さの欠如は、インタレキューターと呼ばれる真面目役の司会と絡む、ことによって強調された。このキャラクターは、通常は、ブラックフェイスではあるが、貴族のような英語を話して、非常に豊富な語彙を用いた。このやりとりのユーモアは、インタレキューターが話した時のエンドマンのボケに、由来していた。 タンボとボーンズは、監修のお気に入りで、彼らのインタレキューターとのフリートークは大多数にとって、ショーの最も良い部分であった。彼らは、頻繁にインタレキューターの大げさな態度をからかったので、監修にとって、彼らと笑いを分かち合う要素があった。インタレキューターは、ショーの、各部分の開始と終了に責任を持った。このために、彼は、監修のムードを測って、 いつ動くべきかを知ることができなければならなかった。したがって、この役を演じる俳優は、他の特に何もないパフォーマーと比較して多く、ギャラが支払われた。奴隷のキャラクターには、多くの異なったタイプがあった。オールドダーキーがのどかな黒人家族の課長となった。他の奴隷のキャラクターと同様に、彼は音楽に長けており、起点のあまり聞かないキャラクターだったが、しかし彼には、 自然を愛することや、高齢者の恋愛、古い友情の考え、そして、家族の結束に関して彼が育てた感情という、好ましい側面があった。彼の死と、それが彼の主人に引き起こす悲しみは、感傷的な歌の共通のテーマであった。この代わりに、主人が死んで、オールドダーキーが悲しむということもあった。スティーブン・フォスターの、オールドアンクル・ネッドは、 このテーマでの最もポピュラーな歌だった。それほど頻繁ではないが、年老いて働くことができなくなったオールド・ダーキーが残酷な主人に捨てられることもあった。南北戦争後、このキャラクターはプランテーションの寸劇において最も人気のある人物となった。彼は頻繁に戦争で失った彼の家庭について泣き、 せめて元主人の子供などの昔の知り合いに会いたいと思ったりした。対照的にしばしばジャスパー・ジャックという名のトリックスターはごくたまに現れた。彼は白人の主人を出し抜くことで奴隷性反対の感情を冷笑した。女性キャラクターは性的に挑発する役から笑わせる役にまで及んだ。ミンストレル賞以外のアメリカの劇場では 当時女優がいっぱいいたにもかかわらず、これらの役のほとんどはいつも女装した男が演じた。最も有名なところで、ジョージ・クリスティフランシス・レオン、バーニー・ウィリアムスがいた。マミリはオールド・ダーキーのタイになる役であった。彼女はしばしば、ディナール・オーバーさんという名前が同名の歌の後につくようになった。マミリは黒人と白人療法から好かれ、上品で、 しかし、ヨーロッパの田舎の女性の感性に耳を傾けていた。彼女の主な役割は、完璧なプランテーションの家族のシナリオの中での子供思いの母親であった。ミンストレル賞のパフォーマー、ロリン・ハワードとジョージ・グリフィン。およそ1855年ウェンチは、薄い色の肌と白人女性の顔の特徴と、明らかな性の乱れと、 黒人女性のエキゾチズムを合成させた村トであった。彼女の美しさと男の気を引こうとする素振りで、彼女は男性キャラクターの共通のターゲットとなるが、通常は彼女は気まぐれで、捉えどころがないと判明する。南北戦争の後、ウェンチはミンストレルの一座でも、最も重要な専門の役として現れた。 男性は興味をそそられて、後に落胆させられ、女性は、その幻想と、おしゃれなファッションを称えた。この役は、ミス・ルーシー・ロングという歌に最も強く関わっていて、キャラクターは何度もこの名前になった。女優のオリバー・ローガンは、一部の俳優は、よく通るソプラノの声、丸々とした肩、髭のない顔、小さな手足を持っていて、驚くほどに、 それに自然と似合っていたとコメントした。これらの俳優の多くは10代の男子だった。これと対照的に、ファニー・オールドガールというキャラクターは、まだらの衣服に大きくて、バタバタした靴を履いた、大きな男性によって、スラップスティックで演じられた。彼女の面白さは、監修が普通魅力を感じない女性に、男性キャラクターが興奮させられることにあった。 ダンディのタイプのキャラクターを盛り込んだ1906年のポストカード型広告奴隷とタイになるキャラクターはダンディで劇の終了後のアフターピースでは一般的なキャラクターであった。彼は自分の地位や身分を忘れて白人の上流階級の喋り方と衣装を真似て生きようとする北部の都会の黒人男性であった。ダンディのキャラクターは他に カウント・ジュリアス・シーザー・マーズ・ナポレオン・シンクレア・ブラウンといった見栄を張った名前もあったが、ジョージ・ワシントン・ディクソンによって人気が出た歌から、ジップ・クーンという名前でよく登場した。彼の衣装は、テール付きのコートに肩パッド、肩メガネ、偽の口ひげ、そして派手な懐中時計のチェーンという、上流階級の衣装のバカバカしいパロディだった。彼はおめかしして、パーティーに行き、 踊って、見せびらかして、女性に言い寄って、時間を過ごした。他の都会の黒人のキャラクターと同様に、ダンディの見栄っ張りは、成金的な白人文化のような社会変動の波の中で、彼らが白人社会に居場所がないことを観客に表現していた。黒人兵士の役は、南北戦争中に別のストックキャラクターとなり、 奴隷やダンディのキャラクターの性質と融合したものとなった。彼は戦争で何らかの任務を果たしたものと認識されたが、軍事協連でうなり声を上げたり、制服によって彼が白人と同等になったと考えたりすることで頻繁に風刺された。通常、彼は戦うよりも撤退する方が得意で、そして、ダンディのように、彼は重要な追跡行動よりもパーティーに行く方が、 好きだった。それでも、彼の役の採用は、プランテーション家族の崩壊のテーマへの何らかの利益が、考慮に入れられた。黒人以外のステレオタイプは、ミンストレル賞で重要な役割を占め、それらもまた、ブラックフェイスで演じられたのだが、黒人の方言の欠如によって区別された。南北戦争以前のインディアンは、通常は工業化以前の世界の潔白の象徴か、または、 平和な生活が白人の侵食によって砕かれた哀れな犠牲者として描かれた。しかし、アメリカ合衆国が西部に注目するようになった時、インディアンは残酷で異教的な侵攻の障害となった。これらの登場人物は嘲笑されるのではなく恐れられる存在であった。このシナリオ上でのすべてのユーモアは恐ろしい野蛮人の一人のように振る舞おうとする。 黒人のキャラクターに由来していた。ある寸劇は白人とインディアンが開拓地のセットで共同の食事を楽しんでいるところから始まった。インディアンが酔っ払うにつれて彼らはますます対立するようになり、最終的には軍隊が白人の虐殺を防ぐために介入しなければならなくなった。好意的に提示されたインディアンのキャラクターでさえも通常は 悲劇的に死んだ。伝えられたメッセージは、アメリカ社会において、このようなインディアンたちの場所はないということであった。ミンストレルの一座が西部で、中国人移民に遭遇した、カリフォルニアゴールドラッシュの間に、東、アジア人の描写は始まった。ミンストレルたちは、彼らの奇妙な言語、変な触習感、そして弁髪をつける傾向から彼らを疑ガ化した。 1865年に日本の曲芸の一座が合衆国を巡業した時から日本人のパロディは人気が出た。1880年代半ばのギルバートとサリバンの興行ミカドはその他のアジア人のギガ化のブームを起こした。ミンストレル賞での数少ない白人のキャラクターはアイルランド移民とドイツ移民の集団のステレオタイプであった。 アイルランド人のキャラクターは1840年代に最初に現れて強い鉛を放す短期で憎らしいお酒飲みとして描かれた。この描写はアイルランド人のカトリック信仰と非アイルランド人の労働者を怯えさせた彼らの安い賃金での労働意欲の両方への反応であった。しかしながら1850年代からは多くのアイルランド人が ミンストレル賞に加わり、そしておそらくアイルランド人の感激者も監修の大きな部分を占めるようになったので、この否定的なイメージは弱められた。1870年代までにはアイルランド人のキャラクターはまだ喧嘩っ早くて酒飲みであったが、それ以外は他の白人の監修と何ら変わらなかった。一方でドイツ人のキャラクターは1860年代の ミンストレルショーに導入されて以降、好意的に描写された。彼らは背丈が高く食欲旺盛で重いオランダのアクセントを用いた。この肯定的な描写の一部は間違いなくドイツ人を演じる一部の俳優自身がドイツ人であったことに由来した。音楽とダンスはミンストレルショーの中心をなし、その人気の大きな要因でもあった。 感激者たちが家でも楽しむことができるように、そして他のミンストレルたちがそれを採用できるように、一座は彼らを特徴付けた歌の楽譜を売り出した。1880年頃のロンドンにて、バンジョー、コンサーティーナ、タテブエのトリオ。黒人音楽がミンストレル賞にどれだけの影響を持っていたかは議論の的として残っている。ミンストレルの音楽は確かに、 黒人文化の何らかの要素を含んでいて、それにアイルランドとスコットランドの民族音楽の影響とともに、ヨーロッパの伝統の下地が加えられた。音楽学者のデール・コックレルは、初期のミンストレルの音楽は、アフリカとヨーロッパの伝統の両方の混合で、1830年代の黒人と白人の都会の音楽を区別することは、不可能だと主張している。ミンストレルが、 黒人文化との正真証明のつながりを持つとするならば、それは黒人と白人が自由に混じることができた近所や酒場、劇場、水辺を経由したと言える。その音楽が本物ではないこと、アイルランド及びスコットランドの要素が含まれていることについては、奴隷たちが故郷のアフリカ音楽を演奏することを滅多に許容されず、 そのためヨーロッパの民族音楽の要素を導入して馴染ませる必要があったという事実によって説明される。問題を悪化させるのはどれだけのミンストレルの音楽が黒人の作曲家によって書かれたかを解明することの困難さで、それは当時の習慣ではすべての歌の権利を出版社または他のパフォーマーに売るものであったためである。 それにもかかわらず、多くの一座は、より真面目な、フィールドワークを実行したと主張した。初期のブラックフェイスの歌は、しばしば一般的なコーラスと共に並べた、関係のない歌詞で成立した。このエメット以前のミンストレル表では、音楽は、上品で、立派で、艶があり、ハーモニーがあり、メロディを認識できるものとして、音楽を信じていた人々の神経をじゃんじゃん鳴らした。 それはつまり、黒人の踊りの地面を叩くような足運び、そして、ブラックフェイスの踊りのアイルランド人の顔立ちの並列であった。ミンストレル賞のテキストは、しばしば、それ自体が異なる人種と、文化からの伝統の混合である。アパラチア山脈南西地域に伝わるユーモアと、動物や、奴隷のトリックスターについて語られる物語などの、 黒人の民間伝承を混ぜ合わせさえした。ミンストレルの楽器もアフリカのバンジョーとタンバリンにヨーロッパのフィドルとボーンズとゴタ混ぜであった。要するに初期のミンストレルの音楽とダンスは本当の黒人文化ではなくそれに対する白人の反応であった。これはアメリカの白人による最初の黒人文化の大規模な横取りと商業的な作種であった。 1830年代後半、明らかに、ヨーロッパの構造と教養等を持つスタイルが、ミンストレルの音楽で人気となった。バンジョーは、完全なる科学的演奏で弾かれ、ジョエル・スウィーニーによって広められて、ミンストレルのバンドの中心となった。バージニア・ミンストレルズのヒット曲、オールド・ダン・タッカーなどの歌は覚えやすい曲で、エネルギッシュなリズム、メロディとハーモニーであった。 ミンストレルの音楽は、今や踊るのと同じくらい歌われるようになったのである。上流階級向けの週刊新聞、スピリット・オブ・ザ・タイムス誌はその音楽を低俗であるとし、なぜならそれは、完全にエレガントすぎて、歌の卓越さは、それに対する反発であるとさえ記述した。他の者は、ミンストレルが彼らの黒人のルーツをどこかに、やってしまったことに不平を言った。つまり、 バージニア・ミンストレルズと彼らの模倣者たちは、監修が馴染み深くていいと思われる音楽を演奏して、圧倒的に白人で、中流階級の北部人の新しい監修を喜ばせようとした。ブラックフェイスのパフォーマンスに含まれていた、嘲笑の要素にもかかわらず、中級世紀中頃の白人の監修は害して、歌と踊りは確かに黒人のものであると信じていた。 彼らに関しては、ミンストレルが、いつも自身と音楽それ、自体を、そのように宣伝していたことによる。歌曲はいくつかある名前の中で、プランテーションのメロディや、エチオピアの合唱と呼ばれた。黒人の風刺と、いわゆる黒人音楽を使うことによって、ミンストレルは、夕べのエンターテインメントに未知なる体験を加えており、それは、すべてのパフォーマンスが本物であるとして受け入れている。 監修を騙すのに十分であった。ウォーカラウンドの最後の部分を描写した、ブライアンツ・ミンストレルズの1859年の芝居のビラの詳細その一方で、ミンストレルのダンスのスタイルは、彼らの主張した、本物の黒人のダンスにはるかに近かった。ジャンプジムクロウの成功は、暗示的である。それは、かなりスタンダードな歌詞の古いイングランドの曲で、 ライスの踊りだけがその人気を説明するのに残る。ターキートロット、バザードロープ、ジュバなど同様のダンスはすべて南部のプランテーションにそれらの起源を持ち、いくつかはウィリアム・ヘンリー・レーン、シグノア・コーン・ミーリ、そしてジョン・ピカ・ユーン・バトラーなどの黒人のパフォーマーによって広められた。レーンによる1842年のあるパフォーマンスはシャッフルのように滑るようなステップで、 アイリッシュジグのように高いステップではないという構成として記述された。レーンと彼を真似ていた白人は明らかな足の運動なしでステージ上を動き回った。ミンストレル賞の大一幕での一般的な出し物であるオーカラウンドは突き詰めると西アフリカに起源があり取り巻かれた他のミンストレル同士での競争を特徴とした。 白人の伝統の要素ももちろん残っていて、ライスをはじめとして、レパートリーの一部を形成していた速いペースのブレイクダウンなどがあった。ミンストレルの踊りは、通常は他のパートと同じように模倣とはみなされなかった。女優のファニー・ケンブルなどの同時代の人物は、ミンストレルのダンスを単に弱くて無力で気絶しそうな感じ。一言で言えば、 その言葉で言い表せない黒人の概念の青白い北部の再現と評したのではあるが、霊下の導入はミンストレルの最初の否定しがたい黒人音楽の採用の跡を残した。これらの歌はコールリスポンスに大きく依存した反復的な構造の交渉として比較的ありのままの本物の形で残っていた。黒人の一座は最も神聖の霊下を歌い、 その間白人の会社は、ユーモラスな歌詞を挿入したり、宗教的なテーマを大農園のイメージに置き換えたり、して、しばしばオールドダーキーを主役に添えた。レイカは、結局は、プランテーションと同義になった。ミンストレル賞は、黒人像を形成するのに、強力な役割を果たした。しかし、 熱烈な韓国人のプロパガンダとは異なり、ミンストレル賞はこれをうまく意図された、温情主義の中に組み込むことによって、広く慣習の意にかなうものとして見せた。一方で、黒人は、このステレオタイプを善任することが求められ、さもなければ、白人に報復される危険があった。ポピュラーなエンターテインメントは、1950年代になっても、無教育で、いつも愉快で、 とても音楽的な黒人の人種差別的なステレオタイプを保持し続けた。ミンストレル賞が素人の劇場以外で全て死に絶えた時でさえ、ブラックフェイスのパフォーマーはボードビルの舞台や正規のドラマで普通に演じ始めた。これらのエンターテイナーは、親しみやすい歌、ダンス、偽の黒人方言を、 しばしば古いミンストレルショーを思い起こさせる、ノスタルジックな身なりで使った。これらのパフォーマーで最も有名なのはおそらく、アルジョルソンで、例えば、ジャズシンガーのような1920年代の映画に、ブラックフェイスで登場した。同様に、健全な漫画の時代が1920年代後半に、始まった時、ウォルト・ディズニーなどの初期のアニメーターは、 ミッキーマウスのようなキャラクターにミンストレル賞の個性を与えた。初期のミッキーは絶え間なく歌って踊って微笑んでいる。ラジオ番組もこの中に加わり、その事実は人気のあるエーモス・エヌ・アンディの番組によっておそらく最も霊笑される。つい最近の1970年代半ばには BBC がザ・ブラックホワイト・ミンストレル賞を ジョージ・ミッチェル・ミンストレルズを主役にしてテレビ放映した。ブラックフェイスのミンストレルショーができるのを助けた人種差別的な典型は今日まで持続している。ある者は、それはヒップホップ文化と映画の中にさえ当てはまると主張する。例えば、2000年のスパイクリーの映画バンブルズルドでは、現代のブラックエンターテインメントは一世紀前に、 ミンストレル賞がしたのと同じくらい、アフリカ系アメリカ人文化を食い物にしていると主張されている。それと同時に、アフリカ系アメリカ人俳優たちは、かつてのミンストレルによって規定されたものと同じ、役柄にその先何年も制限され、それらを演じることで、役柄は白人の監修にさらに信じられるものになった。一方では、これらの役柄は、 アフリカ系アメリカ人のパフォーマーにエンターテイメント産業を解放し、これらのステレオタイプを変更する最初の機会を彼らに与えた。多くの有名な歌手と俳優が黒人のミンストレル賞からキャリアをスタートさせた。W.C. ハンディ、マレーニー、ベッシー・スミス、エゼル、ウォーターズ、バタービーンズスージーらがそうである。ラビッツ・フット・カンパニーは、 バラエティの一座で、もともとは1900年に、アフリカ系アメリカ人のパッド・チャッペルが創設し、ミンストレルの伝統を利用して発展させ、それを更新して、黒人音楽のスタイルを発達して、広げるのを助けた。マレーニーとベッシー・スミスに加えて、ルイ・ジョーダン、ブラウニー・マギー、ルーファス・トーマスなどの後に、 ザ・フッツで働いたミュージシャンたちがいて、会社は1950年後半まで巡業をしていた。その成功は、サイラス・グリーン・フロム・ニュー・オーリンズのような他の、巡業バラエティ一座に、ライバル視された。アメリカのエンターテインメントの、まさしくその構造こそは、ミンストレル賞の痕跡を持っている。ギャグとダジャレの無限の連写は、マルクス兄弟やデビッドと、ジェリー・ザッカーの仕事に見られる。 歌と、ギャグと、まやかしと戯曲の様々な構造は、ボードビル、バラエティショー、ヒーホのような現代のスケッチコメディのショー、またはより離れて、サタデーナイトライブや、インリビングカラーといったものに受け継がれた。かつて、エンドマンがもたらした冗談は、なぜ鳥は道路を渡ったかなぜ消防士は、赤いサスベンダーをつけているかなど、今日でもまだ言われている。 他の冗談は、現代のコメディアンのレパートリーの一部を形作った、昨日くんに会った時一緒にいた女性は誰だいあれは女性じゃないよ、僕の妻だよ。スタンプスピーチは、現代のスタンダップコメディの重要な先駆けであった。その他のミンストレル賞の重大内産はその音楽で、ある。まやかしのブルースのジャンルは、色男役や娘役、単純な成功の奴隷役。 そして司会者役臭いもを初期のブルースやカントリー音楽に持ち込んだのである。これらはレースミュージックやヒルビリーの録音物を媒体としてもたらされた。多くのミンストレルの曲は今はポピュラーなフォークソングである。そのほとんどはその誇張された黒人の方言とあからさまな黒人についての言及を抹消してきた。例えば、ディクシーは アメリカ連合国の非公式な国家として採用され、未だにポピュラーである。バージニア州では1940年に、キャリー・メ・バック・ツー・オールド・バージニーを、州歌として制定し、1997年に廃止されるまで歌い継がれていた。ケンタッキーの我が家は、今もケンタッキー州の州歌として残っている。ミンストレル賞の楽器は特に南部で、主に使用され続けた。 アンクルデイブ・メイコンのようなショーの晩年からのミンストレルの役者たちはバンジョーとフィドルを現代のカントリー音楽に普及させるのを助けた。そして黒人のダンスと音楽のスタイルをアメリカに紹介することによってミンストレルは初めて大規模に黒人文化を国にもたらしたのである。ありがとうございます。